こっち登れるな。けど壁、場所ないぞ。お、クロスと的があるじゃないか。お、的があるじゃないか。的っていうか鎖ちゃうわ、ツタが。リオレウス、これは二つ名の方やな。黒煙王リオレウスやったかな。懐かしいな。最近ダブルクロス発売したけどやってないわ。クロスはやったんですけどね。てかスイッチでモンハン出たら絶対俺買うで。覚醒炎翼竜ナルドブレア、スイッチでダブルクロスでやんかな。出たらもうスーパー買うで。スーパー買ってかモンハンさ、スイッチでダブルクロスで出たらさ、リスナーさんたちとみんなでやろうや、生放送とかで。絶対おもろいやんな、そんな。やろうや、みんな約束な、って言っても、買う人にもよるけど、やってくれる人にもよるけど、あいつは飛んでるな、ずっと。おー、すんげえ火柱。遅いの大好きやけど、風お前、風お前。これ、クロスショットで登んのこれ。登れるぞ。お、なんか来た。お、注目できる。え？おおおおお。な、お前どんな都合いい尻尾してんねん。お、アイアンブーツで落ちると。どんだけ重いね、アイアンブーツ。お、鎧砕ける。これ3回やな。任天堂さんの法則やからな。なんか今のクロショットなんか長ない。気のせい。オッケー、おい、オッケー、落ち上がれ。お、ムービー入ったぞ。お、任天堂さんの法則が覆された瞬間やで。今歴史的瞬間やな。ちょっとやられてない、鎧残ってると思ったら自分で砕き持ったけど、シルバーチャリオットと一緒やな。鎧はなくなったら動ける分真っ裸ってことや。すっぱだかか、真っ裸ってなんや。お、雨が降ったからプロペラの実が出陣。これも登るだけかな。お、プロペラの実に行けるで。アイアンブーツちょっと抜いとくか。どこ行った。おお、あいつには無理なのかな。お前顔近い、危ない。なんか火、絶対火吹いてくるですよね。逃げろ。これ降りた方がいいかな。でも降りたらダメージ食らうもんな。パラセールとかないし。あ、てかだんだんこれほら後ろ追いついてる。だんだんお前ガス切れんで。言った通りガス切れた。お前で、これ背中に飛び移るのかな。 OK、 おい、最後多分これは任天堂さんの法則でしょうな。さあもう一度鬼ごっこをしようか。モーカスケツか。ほい、これで死んだらお前は任天堂その法則を覆した男と認めよう。あー、さすがにそういかんか。さあ、見たび決戦やな。お前の行動パターンも読めてる。弱い弱い。は、ちょ待って、違う、バカ野郎、こっち、やばい、あっぶね、あっぶね。このスーパー俺のスーパーイケメン判断で注目の対象は反対に切り替えてすぐやり過ごしたけど、
よし、これでいける？いける。最後や、とどめ。多分とどめ。死ね。やっぱりお前は任天堂さんの法則には負けるってことやな。どうやって降りたんや。最後ナルドブレアの背中乗ってたやろお前。勇者補正ってやつか。やったねリンク、4つ目のかけらだ。これで全てが揃ったぞ。なあリンク、賢者のおっさんたちが言っていたことを覚えているか。限りの鏡をなくすことができるのは鍵の一族が認めた長のみだってこと。ザントは限りの鏡をかけらにすることしかできなかった。だから奴は偽物の王なのさ。リンク、鏡の間に急ごう。所詮偽物は偽物、いくら着飾っても本物には勝てないってことを証明してやろうぜ。はい、ハードのサブゲットですね。さあ行こう。このまま布団に出てもいいか。やり残したことはないよな。もちろん。狩りの世界っていうのはさ、あの世とか言われてするけど、そうじゃないんだ。本当は、この世界の黄昏時のような穏やかで綺麗なところなんだ。住む者はみんな、その黄昏の輝きの中で、清らかな心と穏やかな姿を持っていた。だけど変わってしまった、あの邪悪な魔力の出現によって。全ては我々の過ち。賢者としての力を過信し、邪悪なら魔力を制御しようとした。どうか浅はかな我らを許してほしい。黄昏の姫君よ。なんだ、知ってたんだ。一族を滑る身でありながら逃げ出した私にその資格はないよ。私の世界ではね、勇者は神獣となって現れると信じられてきた。だからリンクを見つけた時、利用してやろうと思ったんだ。
それで自分の世界だけを取り戻せばいいと。光の世界がどうなろうと構わなかった。だけど身を挺してまで人々を救おうとするゼルダ姫はリンクに会って、今は心の底からこの世界を救いたいと思っている。ザンドさえ倒せば私にかけられた呪いは消え、ゼルダに力を返すことができる。リンク行こう、ゼルダやこの世界の人々のために。影の宮殿、怖いな。なあリンク、最後のわがままを聞いてくれないか。どんな理由があったにしろ、私は一度この影の世界から逃げ出したんだ。自分をオファーとして認め慕ってくれた影の人たちを残して、今も残された人たちは苦しみながらもこの世界で助けが来ると信じている。それなのに助けに来たのがこんな醜い姿をした化け物だと知ったらがっかりするだろう。だからもう少しの間だけでいいんだ。迷惑かもしれないけどリンクの影になってていいかな。ごめんな。いやもうそろそろというか、もう今もう完璧にツンデレになってますね。やっと完璧なツンデレですね。リンク待ってくれ、彼らには手を出さないでやってくれ。私たちを襲ってこないってことはまだ人の心までは失っていないはず。ザント、私は奴を絶対に許さない。BGM が、お、キースさんがいるよ。お、デクババさんもいる。懐かしいな。もうトワイライト解放してからもうこちらと戦うね機会はなかった。お、ザントの川があるぞ。あいつも敵か。お、余裕余裕。上にクローショットのマットあったよな。小さな鍵で上にクローショットのマットがあったよな。お、あれは、あ、確かあれに触れたら獣になってしまったはず。おらほ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 ら、今こいつ撃ってくるな。お、リンク気ぃつけな。この中では光の者の姿でいられないよ。この黒い霧はザンドが魔力で作り出した光を吸い取る狩りの結晶、結晶なんや。精霊の光を奪いハイラルをヒトワイライドに変えた張本人なんだ。元の姿で戻りたいなら霧を抜き出してから私にいな。了解です。待てお前、こら結界どうや。あ、まだ耐える。あ、ジャンプアタック2回と結界で倒せましたね。これも小さな狩りかな。これ小さな狩りですね。わ、しまった。そしてフロアマスター、であれはソルっていうね光の玉ですね。今回のこの影の宮殿を攻略するにあたって重要なアイテムだったはず。まあそう簡単には渡してくれないと。ザントさん、元気玉ですか。キースさんがいっぱい出てきた、まあ、多い数が多い多い多い。おきゃおきゃおきゃ、おー、無双無双無双。どこ行った、そこか。待て、お前一発逃げんのか。でジャンプギランバシ有効じゃないな。4連ギリとかやっていった方が有効っぽいな。よし、
よし。おお、君やげー。この世界を照らす光、ソルだよ。ハイラルの光の輝きは随分違うだろう。だけど、ソルの力はこの世界の命の源、パワーそのものなんだ。そうだ、これがあれば。リンク、このソルをこの世界の入り口にいた仲間の元に運んでやってくれないか。返せ。返せっていうか、もともとこいつのもんやけどな。おい、キリがどっか行くよ。さあ、フロアマスターが出てくるな。フロアマスター、フロアマスターは、時のオカリナにも、ムジュラの仮面にも、風のタクトにも登場しとったな。いける ?OK。よーし。壁貫通とか聞いてないよ。何その手のやり方、中指とさ薬指だけなんか変な曲げてさ。さあ、ここにも、あー、おい、落としてしまった。ここにもあるから、おい、ここに違う、え、待って、間違えた。宝箱見えたけど、ちょっと待って、そんなしてる場合じゃない。ほい。おお、お前ムービー中に動くとかさ、そういうのせこいって。こっちムービー中動かれへんやから。あかん。ちょっと待って、エイム、オッケー、うまい。はい、残念。はい、残念。ちょ、お前出てくんなって。あかん。お前倒すか。やばい、影が。残念。バイバーイ。なかなか危なかったけど、まあなんとかいったな。早いよ、出てくんの。だからその手なに、手なんなんそれ、ほんまに。お、こいつらアホや。ほらアホや。ちょ、前からなんか切るし。ちょ、あかん。華麗に横に避ける。よーし。お、左下のミニマップ見たら、これで終わりかな。お、お、人になった。おー、なかなか怖いな。よし、これを向こうに持っていくんかな。お、台が出てきたね。リンク、ソルはもう一つあるはずなんだ。それを探し出せばきっとザンドのやつも見つかるはずだ。透明で綺麗なエレベーターですな。エレベーター、エスカレーターではないか。リフトって言った方が正しいかな。リフトがあるよ。めっちゃ横にクローソットの的が。よし。お前出てくんのかいな。よーし。まあ、また小さな鍵か。お、え、ちっちゃい宝箱で紫ルピーって地味に初めてじゃね。嬉しいな。また切りがいっぱいあるな。お、お前らが出てくるのか。あ、懐かしいな。よーし、これで終わりちゃおうかな。お前出てくんのかいな。お前獣でやったら、結界のジャンプアタック、じゃあ結界とジャンプアタック 1回っていうか、お前どんだけ。あかん。オッケー。おお、なんかすごいことになってるよ。よし、
まだ閉まる。ということは、まだ出てくるのかな。お、ソル発見。前回と同じ感じかな。まだ元気玉？今度は？なんか、デクババさんか。おお。よし。よし。よし。ちょうだい。待って、転がらないで。今思ったけど、こいつ指ってか手の形変や言うてたけど、あれやんな、手が指が短いねんな、中指と薬指の。だからあんな気色悪い、あれね、変な指の形になってたんか。どうする？この中心に投げる、出てくる、壁貫通して出てくる。お、いや待って、おおおお、こんなとこおったか。リンクどこにおるのか分からなかった。回収、なんか動いてるし、地味に。よーし、リフト出てきたで。あ、これでいっちゃん奥まで行くんかな。よーし、これで無事に2つ目も確保ですね。お、また人間になった。人間になった、じゃあ元に戻ったか。お前さっきと変わらんな。マスターソードに光が宿った狩りの世界では、刀身が金色の光を放ち、一振りで黒い霧より振り払う。すごい、ソルの力が剣に宿ったんだ。この世界の守護神も味方してくれている。やっぱりリンクは選ばれし者、真の勇者なんだ。この剣があれば、ザンとか仕掛けた狩りの結晶も打ち払うことができる。まあね、このキラヤシカリに運は味方してくれていますからね。これでこの滝もね、この黒い霧の滝も渡れると。